はい、皆様おはようございます。令和新選組二等部東馬の改選課でございます。衆議院選挙、いよいよ27日投票投開票日で、今期日前投票も行われているところでございます。だんだんこう最終盤に差し掛かってまいりましたが、今日はこのスピーカー前から皆様に二等部東馬演説をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまずはじめに高畑町からボランティアで、この選挙に、関わっていただいて、先ほどから車からもお伝えをしていらっしゃる、川原さんに、演説をしていただきます。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。白鷹町の皆様おはようございます。今日は令和新選組二等部東馬の応援で参りました。なぜ私が令和新選組二等部東馬を応援するか、それはこの国が今壊れつつあるからです。あるいはもう壊れてしまったかもしれない。いかがでしょうか。経済、皆様の生活、もう本当にギリギリのところまで来ています。30年間落ちに落ちている賃金、どんどん物価に引き離されて生活はままならない状況が続いています。政治はどうでしょう。裏金、何千万というお金を自分たちの懐に入れて平気な顔をして、さらにこの選挙にまで出てくる。そして昨日はまたさらに衝撃的な事実が明らかになりました。それは自民党の非公認、つまり裏金もらったことで非公認にされた議員たち、その立候補者たちに公認候補と同じ2000万円のお金がその支部に渡されたというのです。いかがですか。石破政権は全く裏金問題の起こした議員たちを反省させようと思っていません。非公認などというのは名目だけのことです。裏で2000万円も援助をして彼らを助けようとしているのです。そして彼らが当選すれば、裏金議員が当選すれば、また自民党に戻って今までのような自民党の政治が続くのです。自公の政治が続くのです。自民党が壊した、この国を壊したことは他にもたくさんあります。例えば統治機構です。官僚が全く自分たちの意思で動くことなく、常に政治家、自民党の政治家の顔色を伺って政治を行う、そのような状況になってしまいました。検察も自民党の顔色を伺って裏金議員を罰しません。そのような国の統治機構そのものが破壊されてしまったのが今の日本です。さまざまな重要な決定も、実際の会議の内容とか、あるいは書類とか、そういうものも全て抹殺され、消去されてしまう。やり取りした業者とのやり取りしたメールも消去されてしまう。皆さん思い出してください。コロナの時のアベノマスク、何十億とかけて国民に配った あのいい加減なマスクの用を足さないアベノマスク、あのマスクの買い上げに関わった公務員、官僚たち、担当者たち、書類を一切残していないのです。一切残していないのです。彼ら自身もこのような取引、このような政策はうまくない、
思っていたんでしょう。ですから証拠を残さないように全て消してしまっているのです。今アベノマスク関連の証拠は一切見つかりません。そのように国の統治機構さえもが壊されていっているのが今の日本の状況です。経済で、政治で、そして官僚の政治システムで、あるいは検察で、さらにはマスメディアまで、もうどんどんと壊されていっている。この次壊されるのはこの国の安全平和です。この国の安全平和が今脅かされつつあります。ここでその間違った流れ、危ない流れ、危うい流れ、皆さんの子供たちが戦争に行かなくてはならないような流れをしっかりと食い止めていくのは令和新選組、令和新選組だと思います。山本太郎の体を張った議会での対応、それを押し上げる二刀流東馬、この選挙区からは二刀流東馬が令和新選組の小選挙区の候補者として立候補しています。山本太郎とともに令和新選組の若い力、さまざまな専門家がこの今の日本の破壊、これを押しとどめていきます。流れを断ち切っていきます。ぜひ皆様、二刀流東馬の訴えをお聞きください。そして投票日、27日の投票日には、選挙区は二刀流東馬、選挙区は二刀流東馬、そして比例区は、比例の投票用紙は令和、比例の投票用紙は令和とお書きください。それでは候補者の二刀流東馬に、あ、失礼しました、それでは草間議員から、する議員さんから応援の演説をいただきます。皆様おはようございます。私は鶴岡市から駆けつけました鶴岡市議会議員の草島真一と申します。私は政党に属してない無所属市民派で貫き通して20年、市議会議員、また県議会議員、市議会議員として活動しております。なんで政党に属さなかっていうと、なんか政党の政治ってなんかどっかがこう、なんでこれやんないのっていうところがあって、無所属市民派でおりますが、今回はこの令和新選組、二刀流東馬さんがこの 山形から出馬するということで駆けつけております。皆さん、27日が投票日、そして本日も期日前投票が行われています。皆さん投票行きましたか？ぜひ皆さん今回だけは、というか今回からはしっかりと投票行ってください。今までの選挙、半分の方が投票行ってないんです。そのためにお金でつるんじゃっている政党がいつも勝っちゃって、この国はちっともちっとも良くなっていません。不況は30年続いてます。先進諸国で不況が30年続いてるなんて国は日本だけです。何が悪いかって、政治がダメダメだからです。今だけ、金だけ、自分だけ、自分たちだけの政治が自民党によって行われてきたから、この不況が起きていて皆さんの賃金が上がりません。消費税でまた皆様から税を絞り取って、そしてちっともいいことをしていません。それが今の政治です。未来のことにも投資していない。今だけ、そして自分たちのこの裏金事件、猫場が脱税、今もね、またさらに分かったってありましたけど、本当にですね、とんでもない話です。こんな皆さんからの税金はインボイスで、さらに取り立てが厳しくなってるっていうのに、自分たちのお金はね、脱税じゃないですか、ひどいじゃないですか。今回は皆様のその怒りの一票であり、そして今の社会、日本の社会、2万5000人もの方々が自死しちゃってる、
希望を失っている、絶望を作り出しちゃってる。なので2万5千人もの方々、若い方々が今自死しちゃってるんですよ。とんでもない話です。未来に希望がないからそういうことになる。未来に希望がないから お子様も産むことができないみたいな。で、本当賃金のことももちろんそうなんですけど、で農業のことも、皆さんのこの白鷹の農業、次の世代に受け継ぐことができますか。みんなそこで困っちゃってる。それはお金ちゃんとかけてないからなんです。諸外国みんなお金ちゃんとかけてるんです。農業政策、そしてエネルギー、新しい経済を生み出す新たな未来への投資が行われてるんです。でも日本は今だけ、金だけ、自分だけの政治なので、それが行われてないんです。だから経済の芽が全然育っていません。潰されたままです。で、未だにいたつっても原発とか、原発とか化石燃料温存とかで、農業予算も何、え、年150、ね、新規収納の方でも150万しか渡してないって、もう本当にひどいと思います。で、私は災害ボランティア出身なんで一言だけお伝えしたいんですけど、能登半島地震でも災害関連死っていうのが出てしまいました。あれは避難されてる方が避難所体育館に地べたで寝せられて、そこで低体温症になって亡くなるっていうのが今回も能登半島事件、能登半島地震で発生しちゃったんです。そんな先進国ありません。基本的にドケチなんです。お金かかねえといけないところに金かけてないからそういうことになるんです。金かけてないってことは政治政策の問題なんです。政治がダメだから犠牲者が出ちゃうんです。もうそういう政治を終わりにしようじゃありませんか。ぜひ皆さん、皆さんの一票にはそれを変えるチャンス、そして可能性があります。皆様の一票をそれに生かしてください。令和新選組、農業予算を倍増、そして消費税廃止、その先頭に立って皆様の暮らしを良くしていきます。皆様の暮らしに希望を作っていきます。ぜひ皆さん、この令和新選組、山形からも選択肢、令和新選組、二藤部東馬、二藤部東馬さんが、今回の候補者です。元中学校の英語の先生、そして、町議会議員として5年間活動して、元現場の声、元拾って、町議会で追求してきた、それが二藤部東馬さんです。まさに、この山形で抱えている課題、この白鷹で抱えている課題、そのまんま国会で訴えていってもらおうじゃありませんか。いかがですか皆さん。ぜひ皆さん、この令和新選組、全く新しい選択肢です。今までの政治とは違う、はっきりと物を言う、はっきりと目標を示す、消費税は廃止、当たり前、農業予算1兆円から4兆円は当たり前、はっきりと目標を示しています。ぜひ皆さん、この新しい令和新選組の政治にご期待ください。山本太郎、そして二藤部東馬、山形から二藤部東馬さんを国会に送り込もうじゃありませんか。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。それでは二藤部東馬本人から皆様にお訴えをいただきます。どうぞご清聴よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。白鷹町の皆さん、おはようございます。ただいま力強い応援の演説をいただきました。令和新選組二藤部東馬、二藤部東馬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。裏金猫馬は許しません。令和新選組二藤部東馬、二藤部東馬でございます。私、二藤部東馬は大石田町で町議会議員として約5年やってまいりました。これまで子育て支援、若者の移住定住の支援、それから雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、雪つくところは財政の問題でございました。予算がない、予算が使
つかない。地方自治体は財政難、そして自民党は裏金祭り、これが失われた30年の正体かもしれません。一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す時です。地方自治体では今壊滅的な少子化、人口減少が起きています。大石田町ではピーク時人口1万人以上おりましたけれども、現在約6000人、将来推計約3000人、山形県は101万人から71万人への減少の推計が出ております。年間の婚姻件数も町全体として4件から5件となりました。町に子どもたちの声が聞こえない、三大都市圏に人口が移っていく背景は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている理由は何でしょうか。給与水準です。移住先には求める給与にない、これが要因の一位です。生活の不安定さが根底にあります。地方に住む方々の生活の不安定さが人口流出、少子化の背景にあります。失われた30年を取り戻す経済政策が急務、消費税は廃止、消費税は廃止にしても皆さんの社会保障にはほとんど影響がありません。2割3割しか使われていないというのが実情です。消費税が増税されるたびに法人税が減税される仕組みになっています。まずは消費税を廃止にして、あなたが使えるお金を増やすこと、そして事業者を苦しめるインボイス制度は撤回、社会保険料の減免、国民健康保険や介護険は事実上の税金です。国民の税金負担率50年前の2倍と言われています。国費の負担を上げることによって皆さんに毎月重くのしかかる負担を軽減していきます。そして悪い物価高が収まるまでの季節ごとの現金給付、さらには最低賃金の全国1日価1500円、中小企業には社会保険料の事業主負担分の減免などで賃上げ分を事実上補填していく最低賃金の全国一律化1500円の導入、そして農林関係予算は現在の2兆円から4兆円、倍の4兆円に増やす、所得保障や新規就農者支援を手厚くしていく必要があります。この国をもう一度一つの仕事でもしっかりと最低限の暮らしをしていける、そういう国に立て直さなきゃいけないと思ってます。地方を救う、この国を立て直す、裏金自民党には不可能です。そして与党なのか野党なのかわからない政党にも不可能です。本気の野党は令和新選組だけです。東北にこそ積極財政、失われた30年を取り戻す経済政策、令和新選組が先頭に立ちます。山本太郎と二藤部東馬が先頭に立ちます。まだまだ皆さんのご支援、応援が必要です。まだまだ皆さんのお力添えが必要です。最後の最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。東京用紙には二藤部東馬、二藤部東馬とお書きください。投票用紙2枚今回あります。2枚目には令和ひらがな3文字で令和とお書きください。どうぞよろしくお願いいたします。白鷹町の皆さん、
大きな音で大変失礼いたしました。大石町から、大石田町からご挨拶に参りました。二藤部東馬、二藤部東馬でございます。ご清聴誠にありがとうございます。